株式会社エクスコムグローバルは、携帯電話レンタルサービス、グローバルセルラーと、データ通信レンタルサービス、イモトの Wi-Fi by グローバルデータを展開している、電気通信事業者である。旧社名は、インターコミュニケーションズ。2010年6月より、NTT ドコモのフォーマーハイスピードモーを使った、MVNO として、 モバイル Wi-Fi ルーター端末の Wi-Fi の発売を皮切りに通信事業も展開している。イメージキャラクターの妹綾子の名前を取った妹の Wi-Fi というブランドで広告展開を行っている。2019年よりメディカル支援事業を開始西田クリニックの運営立ち上げを支援。さらに翌2020年8月からは西田 クリニックの pcr 検査事業を全面的にバックアップしている。本社は東京で事業所が大阪。名古屋、福岡やアメリカ、カリフォルニア州サンディエゴにある。また、それぞれの空港に専用の自社カウンターを持つ。すでに台湾支店は閉鎖。wi-fi は sim ロックフリーのモバイル wi-fi ルーターである。sim ロックフリーであるが。 インターコミュニケーションズ社自体も NTT ドコモのフォーマーハイスピードモを使った MVNO として MiFi とセットで SIM カードの発行を行っている。また本端末は日本国内では WCDMA の通信ができるほか海外でも Edge、GPRS の通信に対応しているため海外に出国した際など現地の SIM カードを挿入することで利用が可能となる。 2013年4月19日から同月23日にかけて、同社のウェブサーバーが不正アクセスを受け、管理する顧客のクレジットカード情報等の個人情報を摂取され109,112件の個人情報の漏えいしたとされる事件。2013年4月23日17時頃、クスコムグローバルと契約する決済代行会社より、 クレジットカード情報流出の懸念について連絡があったことを発端として発覚。同5月27日に公表。発表によると、SQL インジェクションによる不正取得により、サーバに平分保存されていた最大146,701件のうち10、109,112件のクレジットカード名、偽人名カード番号カード有効。 期限セキュリティコード申し込み者住所が流出。該当の顧客は平成23年3月7日平成25年4月23日に申し込んでいた。クレジットカード情報の保存は許可なく行われていたとともに本来保存すべきでないとされるセキュリティコードも含まれていた。 この事件の責任を取り代表取締役社長、西村誠二の月額報酬30%を3ヶ月減額並びに、該当の顧客には次回申し込み時に使用できる3000円割引の特別優待券を発行と発表。なお、同社は、決済会社の指摘から公表まで1月以上かかったことに対して、経営判断とコメントした。この間、被害者は、 カードの停止手続きなどを取ることができず、さらに被害が拡大する結果となった。漏洩発覚直後の4月26日時点で172件の不正使用が確認されており、今後も拡大が見込まれる。一方で書き入れ時の大型連休では、銀行振込みと空港窓口でのクレジットカードを含む対面決済で営業を続けており、 被害者の保護より利益の拡大を優先した経営判断に批判が集まっている。2013年9月3日、個人情報の漏洩事案に関し、総務省より文書による行政指導が行われた。それによると、エクスコムグローバル株式会社は、個人情報の保護に関する法律及び電気、通信事業における、個人情報保護に関するガイドラインにおける、 安全管理措置義務に違反したものと認められるとのことで、同社の法令違反並びに、ガイドライン違反が認められ、今後の再発防止のため。個人情報の取り扱いに係る、技術面及び組織面における安全管理対策のあり方、従業員等に対する個人情報についての研修のあり方、個人情報漏えい事案が発生した際の顧客、 関係者等への迅速かつ的確な周知の方法等を抜本的に見直した上で再発防止に努めるよう指導が行われた AB 事業内 OXCOM グローバル株式会社芸人ナミタヨさん福岡空港の Wi-Fi レンタルカウンターで勤務博多経済新聞2016年6月21日閲覧 SIM カードのみ Wi-Fi 単品の発売も行っている スコミュニティー、ソーシャルメディア教育、菅義彦のページ、妹の Wi-Fi のグローバルデータの検診機、インターネット加盟店における、クレジットカード決済にかかる、本人認証導入による、不正使用防止のためのガイドライン、速報、妹の Wi-Fi グローバルデータが11万件、クレジットカード流出。セキュリティコードを含み、発表も一ヶ月後ライター三上博史事務所。 エクスカームグローバル、10万県庁のクレジット、情報流出形態ウォッチ、総務省、エクスコムグローバル株式会社に対する個人情報の適正な管理の徹底に係る措置、総務省電気通信事業における、個人情報保護に関するガイドライン https コロンスラッシュスラッシュ www.soumu.go.jp スラッシュメイン組織、情報通信。 D 初費テレコンパリンフォガイドラインイントロ HTML ありがとうございます。